はい、どうも、ハビデンスワークのハビデンスです。ワープタイマービルド紹介動画やっていきたいと思います。今回はこちら、テネトフラックスライフルに関してのね、話をやっていきます。こちらの武器ね、通常のフラックスライフルっていうやつの上位互換バージョン、パーボスシスターを抹殺することで入手が可能なものになっているんですけれども、これまでのフラックスライフルってそのビームみたいな感じで一直線に飛んでいくビームだったんですけれども、これもねビームのように見えるんだけど、あの完全フルオート型のライフルに変更されているという感じらしいですね。まあいろいろとその細々と変わっているところはあるんですけれども、まあ使い勝手はほとんど変わらないかなっていう感じですね。精度が200っていうちょっとよくわかんない数値を叩き出してて、あの狙ったところには確実に飛んでいくよみたいなね、そんな感じになってますけれども、こうやって見てわかる通りすごい状態異常入るんですよ。あのフラックスライフルの増強モッドもつけているんですけれども、それのおかげでね、あのめちゃくちゃ状態異常が入って、切断とかも60とか入ってたりするので、まあこれのおかげでね、攻撃してないのにあのこんだけ削ることができるという感じでね、で状態異常確率も 100% を超えているので、今撃ったらすぐ炎ダメージが入るとか、一時的なね CC を展開することもできると。ただし今説明した通り精度が200とか、その範囲的な攻撃に長けてないので、言ったらボスとか今みたいなね強力な敵をまあ一人集中攻撃して倒すとか、まあそういう使い方が主になるのかなっていうのをね、ちょっと思ってますね。その分ねモッドの遊びがいっていうのもいろいろあって、その今ねセルレーションと、あとガルバナイズドチャンバーつけて、あとクリダメとね、あとクリティカルディレイで、クリ率上げてますけれども、これはねハンターミニューションズを、発動させるためにまあこいつにしているだけなので、これをつけない場合にはね、普通にプレッシャーポイントじゃんだっけ、ポイントストライクでもいいと思いますね。あとはね、これのせいでその発射速度が 20% マイナス食らっているんですけれども、まあバイルアクセレレーションをつけているので、まあその分発射速度はめちゃめちゃ上がってるよね、ダメージちょっと上がってもあんだけ切断入ってくれるんだったら大丈夫だよねみたいなところで戦ってますね。だからまあ状態異常に関しては炎、まあその勢力によって変えるんでいいと思うんですけれども、コーパス勢だったら毒とか、まあそういうのかなって思いますね。だったらね、この弾薬ピックアップモッドで 5% の確率でプライマリー武器のクリティカル攻撃を強化するっていうのをつけておくとまあいいんじゃないかなと思いますね。まあエクシラス枠に関してはね、ステルスミッションだったらハッシュつけてもいいと思うし、まあ普通にこっちのね弾薬ピックアップモッドでもいいのかなとも思いますけれども、まあ結構ねナラモンでリコイル軽減とか、まあいろいろビーム伸ばしますよとか弾薬所持上限とかいろいろあるんですけど、結構網羅されてるので、この辺がこの武器単体で2400発だっけ、まあちょっとプライマリー回しですね影響もあるかもしんないけど、うん、まあ強力なね武器として運用することが可能なので、とても面白い武器であることには変わりないですね。で、増強モッドのねフラックスオーバードライブ、これね5秒以上ビームが発射中状態異常確率が、150% から 250% まで変動するって書いてあるんですけど、このバイルアクセレレーションつけちゃうと5秒以上射出ビームを放ち続けること多分無理だと思います。まあ一応ね、状態異常確率 130% っていうのが出るので、まあそれのおかげでね、切断もめちゃくちゃ入るし、その自分のかけたい状態異常とかもねしっかり相手に影響を与えることができるので、まあそういう運用方法もね、このテネトフラックスライフルになってもできるという感じですね。で他にもまあオーソドックスなタイプですね、まあ発射速度とかも上げてるんだけど、状態異常をねきちんとこう、積んで攻撃するっていう形ですね。まあ場合によっちゃねやっぱりねこのバイルアクセレレーションじゃなくてねフラックスオーバードライブはね絶対つけた方がいいかなぐらいに俺は結構信頼してますね、やっぱこいつを。うん、であとはねガルバナイズドとかつけて状態異常のね付与されている種類ごとにダメージ 40% とか、まあこういうのも面白いですね。もう一つに関してはヘビー狩りとかつける感じですね。まあ基本的な火力をどんどん上げていこうねみたいな、そんな感じですね。まあ炎ダメージでもいいんだけど、炎ダメージにせずね、このハンターミニションズを切断ではなくてもっと敵のね、弱点属性に合った形に変えるとか、まあそういう運用方法もあるんじゃないかなと思います。で今ね使ってたこのハンターミニションズつけて切断を付与して炎ダメージとかっていうのをもう一回ちょっとやってみると、展開戦にあんまり向いてないので、こうね自分が狙ったとこにちゃんと当てますよっていうね、こう固定放題にちょっとなりそうなので、こっちが相手の攻撃を受けない状況を作り出してから、反撃するっていう感じがいいのかなと思いますね。リロード中も、敵にダメージを与えてくれるし、
一度ねキルが発生すれば、まあアルケイン、今プライマリーマーシレスつけてますけれども、それの恩恵受けられたりだとか、あとはガルバナイズのね恩恵を受けられるので、まあその分きちんとダメージもさらに通りやすくなるかなという感じなので、まあどん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 敵を倒していく、狙った敵を集中的に攻撃して切断を付与して一気に削っていくみたいなね、そんな感じですね。もう切断100とか超えるともうそのまんまズル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 あのドットダメージが入って死んでくれるので、まあ信頼性は高いですね。やっぱりちょっと攻撃してほっとくだけみたいな、すげーみたいなね、そんな感じにしたらもう勝手に死んでるので あっちがまあこれの使い方が非常に面白いですね。でまあゼファーで今使うんだったらもう地上で戦うよりは空中にいた方が全然いいので、クリティカル率上げてくれるんでね、まあこんな感じで空中から強襲していくという感じですね。まあ向こうのね攻撃も3番あればねきちんと防いでくれるので、まああとはもうどん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 敵がね死ぬまで切断を付与し続けるみたいな、そんな感じですね。まあちょっと弱点属性をね完全につけているわけではないですが、まあ切断の恩恵のおかげでより一層ねこう安全な状況を作り出すことができれば、ヘッドショットも狙えるし切断も付与できるし、そんなにねあの弾を吐きすぎず弾薬の節約もしながら攻撃ができると。まあ実際戦った中にはまあ鋼のアンビュラスとかはちょっと微妙だなって思ったんですけれども、ケレスのボス、まあボーとクリルですね、あいつらのペアを倒せたりだとか、あとはまあラプター、ちょっとまあ時間かかりましたけれども、で弱点属性ついていけばよかったなって思ったんだけど、今のね、紹介している構成そのままでバーッと戦って切断とかまあその辺のね、攻撃を付与して戦うとどうなんだろうなって思った時にラプター倒したんですけれども、まあこれもねあの普通にそのダメージもきちんと通って、で反撃を受けることの、まあ反撃受けるっていうか反撃受けない状況を作り出して、それでねフラックスライフル一丁で仕留めるとか、まあそんな感じで戦ってましたね。ただやっぱりねそのさっきも言うように展開戦、そのセドナ耐久とかね、いつも紹介しているセドナ耐久とかっていうああいう戦いになると結構きつくなってくるので、まあそうじゃなくてねボス戦とかその強力な敵が1体出てきました、そいつを確実に仕留めたいです、でそのリロードしてる間とかもダメージを与えてね着実にそのドットダメージで削り倒したいですってなったら、まあこういうのを使うのがいいのかなとも思いますね。まあ中にはコンビューションビームとかあるんだけど、あんまり俺これこのテネとフラックスライフルでつけておーいいねと思わなかったので、俺はあんまつけてないですけれども、まあ結局ねこのフラックスオーバードライブをつけて切断を付与してっていう戦い方がやっぱり安定だなと思いますね。逆にまあこれオーソドックスなんですよね。まあ今このガルバナイズドチャンバーにしてますけれども、別にこれプライム、あプライムズじゃねえや、なんだっけ、スプリットチャンパーっていうねこの普通のマルチショットのやつにしてもまあ別に悪くはないと思いますね。一応ちょっとこれでいってみましょうか。これは逆にその切断に頼るというよりはこのねフラックステネとフラックスライフルの本来のね、能力を生かしながら敵の弱点属性について戦ってこうねっていうところですね。これでもね十分きちんと敵のその状態異常を付与したりだとかっていうのができるので、まあこのリロードしてる間にもダメージを与えるその値がやっぱりねそのさっきハンターミニションズつけてっていう方がでかかったりするので、効率面で見たらあっちなのかもしれないけど、その単体の攻撃力とかね効率よくこうダメージをねまんべんなく敵に与えていくっていう意味では、やっぱきちんと敵の弱点属性をつくっていう形がやっぱり安定するのかなという感じですね。まあ言うなればその鋼の道のりのねスティールエッセンスを取るためのアラートミッションとか消滅戦のボイドとかね、んですけれども、まあそういうところだとね結構やっぱりこの武器光りますね。敵の処理も早いし、そのアコライトに入られてもアコライトに対してこれ一丁で対決したりだとか、まあちょっと入るダメージはその多い少ないはもちろんありますけれども、まあきちんと撃退する能力は持っているという感じで、その所持弾薬とかそのマガジン弾数っていうのも多いので、その長期戦にもきちんと適用することができるという感じですね。であとはもうフレームの能力をいかに活かしてとか、いろんな勢力が入り混じっている戦いでも楽にクリアすることができたので、まあ強力な武器と言っていいんじゃないかなと思いますね。このテネとフラックスライフルに限ったことじゃないですけれども、ハッシュっていうねノイズ軽減 100% のを入れておけば、こう隠れてる状態から、切断を付与して強力なダメージを与えられるっていうねこれはアイバラですけれども、
こう眠らせながら、ちょっとねこれあのレベル上げ仕様のアイバラなので敵が眠ってる時間短くしてますけれども、まあ本来だったらね、効果時間長めにとって眠ってる時間長いよって感じで、こうちょっと撃ったら次、ちょっと撃ったら次を繰り返してもきちんとダメージの担保は取れてるので、切断の値、スタック値を見ながら戦うのも面白いかもしれない。そう、切断のスタック値が70超えたらほっとくとか、50いったらほっとくとかね、そういう基準でスタック、はい、オッケーでーすって、次の方どうぞみたいな感じでこうほっときながら戦うみたいなこう置いとくだけでこんだけ減ってるからね。本当にね、このテネトフラックスライフルに関しては実戦で使おうと思うと場所とかすごい選ぶと思います。うん、敵の属性に合わせたりだとかっていう調整もねもちろん必要だし、まあ切断が入ってれば大体の勢力に、通用しますけれども、高レベル帯になればなるほど、そのモッドの調整だとか、どの敵に対してこの武器を使いたいのかとか、まあそういうのを考えるようにねなると思いますので、まああんまり柔軟性はないけれども、光るところではマジでこの武器の良さが最大限に光るよっていう極端なね武器だと思いますね。まあ一応ね、今使ったのはこの、敵の属性にそのままアプローチをかけているやつだとか、あとはね、基礎攻撃力を上げつつ切断を付与して戦うよ。俺まあお気に入りはこれですね、この B 設定にしているこの構成がお気に入りです。まあエクシラス枠に関してはねハッシュじゃなくて別にこっちでもいいんですけれども、あとはヘビ狩りとかつけてね、属性をいじったりだとかガルバナイツで調整している、まあ構成もありかなというふうに思いますね。まあ相手はねそこそこ選ぶかと思いますけれども、ゼファーとのね相性も抜群ですし、切断を付与してねあのスタック数を見ながら戦うっていうちょっと他の武器ではないような使い方ができたりで、なかなか面白い武器だと思いますので、まあぜひねパワーボスシスターを抹殺してね、この武器をゲットしてみるのもいいんじゃないかなと思いますね。まあ今回はねテネトフラックスライフルに関しての、まあ運用方法とかビルド紹介に関しての説明でした。またね、このテネトシリーズに関してもゲットしたらね、ビルド紹介やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ハビネスタグのハビネスでした。バイバイ。